皆さんこんにちは、今回のテーマは多文化主義です。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、今回のテーマは多文化主義、英語ではマルチカルチャリズムと言います。そしてですね、この多文化主義というのは、美術の分野に限定された言葉ではありません。そしてこの多文化主義が意味するものとしては、異なる価値観を持つ様々な文化、それらがですね、その相違を認め合いつつ、共存や共生を図ろうとする思想というふうに言うことができます。そしてね、ここでポイントとなるのが、多文化主義とは、相違を肯定的に捉えるというね、そういう性格を持っているということになります。で、この多文化主義なんですけれども、一般的にね、注目され始めたのは1990年代以降となります。そしてね、その背景には、冷戦構造の崩壊といったものがありました。そしてね、この多文化主義には実は2つのタイプがあると言われておりまして、1つは、メルティングポット型、それからもう一つはサラダボール型というふうに呼ばれています。そしてね、それぞれのタイプの説明を簡単にいたしますと、前者のね、メルティングポット型は、異なるものの融合を目指す、あるいは思考する。それからサラダボール型についてはですね、異なるものの共存を目指す、あるいはそれを思考するということになります。そしてですね、この2つのタイプなんですが、いずれもですね、先進的な地域として、カナダやね、オーストラリアといった国々の名前を挙げることができます。そしてですね、美術の分野ではですね、この多文化主義というのは1980年代から様々な試みが行われておりまして、例えばですね、西洋中心主義的な見方を改めたり、それからアジアやアフリカ、それから東欧といったですね、非西欧の美術の積極的な紹介などが行われてきました。そしてここではですね、美術分野における多文化主義の例として、これに関連した2つの重要な展覧会についてご紹介したいと思います。なおですね、この2つの展覧会についてはいずれもですね、当時から今日に至るまでですね、様々な場面で、賛否両論の対象となったものでもあります。そしてまず一つ目ですけれども、これは1984年から85年にかけて、ニューヨーク近代美術館で開催された20世紀におけるプリミティズムという展覧会。そしてもう一つが1989年にパリのポンピドゥセンターで開催された第一の魔術師たち展になります。なおですね、先ほどからご覧いただいているこちらの画像ですけれども、こちらはですね、そのポンピドゥセンターの外観の一部になります。そしてこのうち、ニューヨーク近代美術館の20世紀におけるプリミティズムは、企画者がですね、ウィリアム・ルービンというアメリカのキュレーターでした。そしてその副題なんですけれども、英語でですね、Affinity of the Tribal and the Modern となっておりまして、日本語にするとですね、部族的なものと、モダンなものの、類似性、あるいは親和性といった感じにね、訳することができるのではないかと思います。そしてその会場においてはですね、ピカソやゴーギャン、マティス、それからね、ヘンリー・ムーア、そしてジャコメッティらの作品
果ですね、アフリカやオセアニアの美術と比較されておりまして、それを通じてね、近現代美術におけるプリミティブアートの影響を示すようなね、そういうような試みが行われていました。しかしながらですね、その作品選択に関しては、人類学者からの批判といったものもありました。そしてもう一方の1989年にポンピドゥセンターで開催された大地の魔術師たち展ですけれども、これは現代が、マジシャン・デュラテーホと言いまして、企画者はフランスの美術史家であるジャン・ユベ・マフタンでした。こちらではですね、当時最先端の現代美術とともに、アジアやアフリカの美術が、並列的に展示されるというような構成になっていました。そして、これらの、ね、企画に限らず、欧米におけるアジアやアフリカの美術の紹介というのはですね、物珍しさばかりが価値とされるような危険性が、あるといったようなものもありました。そして、1990年代以降についてですけれども、政治的にはね、東西の冷戦が終結し、そしてね、世界を支配していた、二大勢力といえる米ソの対立構造の、表面的な、ね、解消というものが、見られるようになります。そしてこの頃から、非西欧諸国出身の世界的な、ね、アーティストが増え始めるということになります。そしてまさにね、そのような、アーティストたちの活躍の受け皿として機能するようになったのが、国際的な芸術祭でありアートフェアであったということになります。そしてね、日本ではなかなか見る機会がないアーティスト、作家の作品というのも芸術祭でなら見られるという場合もね、多々ありますので、いろいろなね、国々の現代美術を見てみたいと思ったら、ぜひね、芸術祭へ足を運んでみてください。で、このようなですね、展覧会であったり芸術祭ですけれども、1990年代までは、企画者側の多くは、西欧をね、出身地とする人々でした。ですが、2000年代以降になりますと、非西欧圏出身の企画者が活躍する機会が増えていきます。それをね、象徴するような出来事というのが、2002年に開催された、第11回のドキュメンタ。これは、ドイツのね、カッセルで5年に一度行われる、非常にね、国際的な、影響力のある芸術祭ですけれども、そのね、ディレクターをナイジェリア出身のオクイ・エンベゾが務めたといったようなことを挙げることができます。それからですね、次回、第15回にあたるドキュメンタですけれども、2022年に開催が予定されておりますが、そのディレクターはですね、インドネシアを拠点とするアーティストコレクティブであるルアンルパが担当するということが決定しております。なおですね、この多文化主義においてはですね、異なる価値観が接触し合う場面が多いということで、そしてね、この多文化主義に関わる場においてはですね、お互いを尊重する気持ち、それから、細やかな配慮、そして、対話のね、能力といったものが必要とされる、そういうこともね、合わせて意識をしておきたいと思います。はい。いかがでしたでしょうか。今回は多文化主義についてお話しいたしました。今回もお付き合いいただきありがとうございます。それではまたのご視聴をお待ちしております。